町はまだ無事のようですね。ああ、うまく先回りができたようだな。しかし本当に魔獣は来るのかね。通り越し苦労ってことも。私の計算が間違っているっていうの？そうではありませんが、魔獣が来ないならその方がいいじゃないですか。まあそうだけど。とにかく警戒はしておこう。念のため町の人にも話して避難してもらった方がいいかもな。できれば町の人たちには知られないようにできないでしょうか。それでは人々の安全を守るのが難しくなってしまう。知らせた方がいい。でもそう、どうしてそんなに町の人に知らせたくないんだ？それはせっかくのお祭り気分に水を差したくないからです。蓬莱の町は決して豊かな町じゃありません。町の外に働きに出ている人もたくさんいます。春節はそんな人たちが年に一度だけ帰ってくる大事な行事なんです。だからもし知られずに切り抜けられるならそうしたいんです。たとえ僕一人で戦ってでも。私も周防さんに賛成。町の人には心から春節を楽しんでほしいもの。私協力する。やっぱりお祭りは楽しんでる人が多い方がいいもんね。まあ、お祭りだ。どうしますか殿下。彼らだけ戦わせるわけにはいかないよ。こうなった以上俺たちも協力しないと。だな。ま、俺も嫌いじゃねえしな、ああいう心意気は。じゃあ一刻も早く町に来ようとしている魔獣を見つけよう。魔獣の群れ。やっぱりシャオレイの言った通りか。何としても食い止めねばならないが、しかし結構手強そうじゃねえかこいつら。ねえねえみんな、誰か来るよ。おいおい、あいつ魔獣の群れに突っ込んでいく気か。あの人はまさか。なんという剣戦、一体何者だ。やっぱりクガイさんだ。蓬莱出身の凄腕の剣士です。ずっと旅に出ていたんですが。よくわからねえが頼もしい助っ人ってことだな。よし、こっちも一気に片付けるぞ。よし、これで魔獣は倒しきったな。町に近づいた魔獣もいないようですし、まずは一安心ですね。ありがとうございます。皆さんのおかげです。それに久我井さん、帰ってきていたんですね。周防君、久しいな。だが帰ってきたというのは正しくない。旅の風来坊に帰る場所などない。それがかつて故郷と呼んだ町でもな。そんな、今だって町を守るために戦ってくれたじゃないですか。
故郷を捨てたとしても恩義を忘れることはできん。それだけだ。変なの。素直に町を守りたかったって言えばいいのに。ま、故郷を捨てたなんていうやつはいろいろ面倒くさい葛藤を抱えたりしてるもんなのさ。スオ、この者たちは旅の方です。でも町を守るために力を貸してくれているんです。腕も立ちそうだな、これなら。な、何よ。お主たちに話がある。が、町で一休みしてからにしよう。クガイさん？とりあえず、蓬莱の町に戻りましょう。気分のようですね。いいことだよ。魔獣の被害が出ていたらそうも言ってられなかったからね。本当にありがたいことです。ところで久我井さん、話というのは。実を言うと、俺が蓬莱の町に来たのは偶然じゃない。旅の途中に蓬莱様に会って頼まれたのだ。何ですって？蓬莱様に？蓬莱様？誰かの名前なのか？この町と同じ名だけど。蓬莱様は、ジョフク様と共にタオ国からやってきて、町の礎を作られた伝説のドラゴンです。100年前、荒れ果てていたこの地は、蓬莱様のお力で今のように人の住める土地となったそうです。僕らの祖先はそんな蓬莱様に敬意を表し、町に同じ名を付けたんです。そんなドラゴンが。でもこの町にいるわけじゃないのか。あのお方は流れる雲のような方、ひとところにとどまることはない。俺は旅の途中蓬莱様と出会い、この町に危機が迫っていると告げられたのだ。町の危機、俺が見た夢と同じ。お主の夢は分からぬが、蓬莱様は龍脈線の乱れを気にしておられた。龍脈線、やっぱり龍脈線は枯れつつあるのね。だが蓬莱様はそれを止めようとしておられる。蓬莱様も龍脈線に向かうと言っていた。俺は助けとなる人物を探し、連れて行く役を仰せつかったのだ。え、久我井さんにですか。それは皆まで言うな。誰かに助けを求めるなど無可の役目だと誰よりも俺自身が知っている。蓬莱様も笑っていた。まったく、牢屋のようでありながら死後のようでもあるお方だ。でも事情は分かりました。そういうことなら喜んでお供します。ああ、俺たちもだ。そのためにここに呼ばれたのかもしれない。感謝する。では龍脈線へ向かおう。Oh, my God.